はい、皆さんどうもこんにちは。今日はですね、こちら iPhone5 とこちら Galaxy S3 こちらをですね、2つを完全比較レビューしたいと思います。はい、というわけで早速いきましょう。まずはちょっとこれ映っちゃいそうで怖いな。外観からです。はい、まずディスプレイはですね、Galaxy S3 が 4.8 インチで、iPhone 5が 4.2 インチとかでしたね。はい、とりあえずこの2つの外観からです。こういう感じですね。こういう感じです。薄さちょっと比べてみましょう。おー、すげえ、 iPhone5 の方が薄いです。薄さは iPhone5 の勝ち。次はですね、まあディスプレイは大きいということで、でも本当にスマート iPhone5 は世界で最も薄いみたいですね。次はですね、こちらネットの速度の速さやってみましょう。アップルのホームページを一斉に開きます。いきますよ、せーの、えい、いきました。お、アップルの方が早い。あ、アップルじゃねえ、あのこっちのサムソンの方が早いです。やっぱね、画面でかいといいっすね。あとですね、外観の方を比べてみたいと思います。音量調節の方はこういう感じです。はい、でカメラはこちらにありますね。はい、で電源の方はこっちとこっちにありますね。はい、かっこいいっすね。こういう感じです。はい、この2つです。続いてはですね、こちらはとりあえず置いといて、付属品の比較してみたいと思います。ですね、まずはこの2つでございます。おー、すごいっすね。